たまには海で開放感味わいたいな。我々海なし県は海に行くってだけで一大イベントだしね。栃木県民って海はどこに行くの？そんなの茨城一択でしょ。茨城だけ？茨城のどこよ？もちろん大洗。大洗か。距離的に見ても交通手段的に見ても大洗が一番近いのさ。あ、本当だ。帰りに大洗のイエローポートによって帰るのがルーティン。それはあなただけじゃないの？あと明太パークあるけど。群馬県民はどこの海に行くのさ？やっぱり大洗？群馬は3つに分かれるのよ。3つ？大洗、新潟、湘南。湘南？これ見て、距離的にほとんど変わらないというね。本当だ。昔はほとんど新潟だったけど、今は高速道路が増えて三択。便利な世の中になったな。なんなら湘南が一番早く着くんじゃないかな。これは予想外。うちは新潟派とか、うちは大洗派とか会話してますよ。お住まいの地域で派閥が変わってきそうね。選べるっていいだろう。栃木だって知らない。調べればきっと選べる場所があるはずです。じゃあ調べてごらん。なし。